さて、それでは続いて VTR に参りましょう。木村さんお願いします。え、この流れで俺、はい。続いては心も躍る刑事ドラマが、古畑ケリス、もちろん私なんでドラマの裏の本当のドラマ。続いては古畑任三郎。犬を飼ってる人に一言。この後豪華犯人ゲストが全員登場。据えます。犬を飼ってる人に一言。名前を呼ぶときはチャンをつける。1994年から2006年まで3シリーズ、スペシャルも何度も放送された新しいスタイルの超大ヒット刑事ドラマ。犬には犯人はあなたしかいません。家が近いので自転車で来ました。遅れたことを知らなかったみたいに。そこで田村正和演じる古畑の独特な喋り方や仕草、その強烈なキャラクターが人気となったこのドラマ。彼はあたかもやったのは自分だと言わんばかりの証拠をここに残していきました。そんなドラマの裏の本当のドラマとは。一度断られた古畑任三郎。脚本家三谷幸喜は台本を執筆しながら確信していた。古畑任三郎は田村正和さん以外考えられない。しかし田村はこれまで数々の名作ドラマに出演してきたものの、一度も刑事ドラマに出演したことがなかった。なぜなら三郎さん、刑事ドラマはやらない。田村正和にはポリシーがあった。ドラマスタッフも一度断られ諦めかけていた。しかしその時三谷は思わぬ行動に出る。ある日田村のもとに一冊の台本が。それはなんと刑事ドラマはやらないと言われていたにもかかわらず、三谷が書き上げた古畑任三郎の台本だったのだ。それを読んだ田村はポリシーを覆し出演を OK した。なぜなら台本が超面白かったから。推理をするのが私の仕事でした。こうして古畑任三郎が誕生したのだ。そして古畑任三郎の魅力といえば、毎回登場する超豪華な犯人役の出演者。その全てを今から一気にお見せしよう。畑野さんの女性関係。記念すべき第1回目の犯人役は中森明菜さん。嘘くさいでしょ。そんな話しか書けないんです。口が滑りましたね。あの時あんたに会って投げりゃ。普通ストッキングをかぶったら下に向かって引っ張られた。小手川優子さんの回では今では考えられないこんな激レア古畑の姿が。据えます。何が言いたいんや君は。決め手に欠けるな古畑君。将棋の世界にはこういう言葉があります。はい。負けて当然、勝って偶然。古畑さん、はい。どうして私に目をつけたかは分からないけど。目をつけた、そんなくー。いくら私だって持っただけじゃ分からんよ。知りませんよ。最初から言ってくんないと。早く言ってくれないと。僕は頭に浮かんだ光景を言葉にして表現したにすぎません。あの女を殺したのは私じゃない、宇野だ。あなた友達少ないでしょう。古畑任三郎でした。支援です。うまいな。でしょ。そうなんです。覚えておこう。モスラバーガー。見事な証明だ古畑さん。ありがとうございます。いつかけ直したかも分かりません。第2シリーズの初回には敏腕弁護士役として明石家さんまさんが出演。しかしこれだけは言います。先生のアリバイはガタガタや。中途半端な大阪の舞台の。ああすんまへん。味がありません。お湯ですから。ここ打ってるんです。打ち損なうなんてことがあるでしょうか。一発目がそれたんで次は確実なところを狙ったとも考えられるよ。そして木村拓哉さんの回ではなんと古畑シリーズで唯一となることが行われている。邪魔なんだよあの観覧車。これが動機かな。それは古畑が手を挙げたのは唯一これ一回のみ。
私はもうおばあちゃんです。あなたは僕を逮捕することはできないはずだ。そしてそんな証拠は存在しない。なぜなら僕は自分の部屋にいたからです。鑑定の結果壺は本物だったんですよ。あなたは作家になるべきです。俺は手は出してないよ。おとなしく座ってなさい。ちなみにこの回では松たか子さんがフジテレビ連続ドラマ初出演。ませんそんなもの。かわいいですね。まああるな。あれ誰でしたっけ。ブルースウィルスでしょ。さあどうやって殺したんでしょうか。いや大ヒント。ちょっと待ってください。ヒントいらない。いやもう少し時間ください。殺して考えるのはどうですかねボス。ボスですか。山口智子さんはダンサー役の犯人として登場。証拠を見せてごらんよ証拠。その時は俺だって潔く捕まってやるよ。そしてここからが第3シリーズ。壮大なスケールで描くっていうのはそんな古臭い映画は受けません。死んだ岩田だとは思わなかったですか。あの人はせっかちではありません。なんとか彼らを救ってやってくれないか。あなたはどうしても許すことができなかった。私に彼は殺せないの。あなたしかいないんです。大地真央さんはこんなコスプレを披露。やり直しちゃいけないって誰が決めたんですか。歌ってるのはザ・ドリフター。兄が帰る時に消したのかも。それがござ福山雅治さんはちょっと待って。ガリレオの湯川教授を彷彿とさせる役柄で登場。僕だとどうやって証明できるんだ。いいよ考える人に仕掛けがあったことは破損状況から見て明らかだ。それは認めよう、はい、バレてんだ全部。何の話だ。どうしてパイロットのふりを。納得いく説明お願いできますか。パイロットは男の夢だ。このゲームにかけちゃプロなんです。今度は負けないよ。こんなことで全てを失うわけにはいかないんだよ。そしてついにファイナルへ突入。皆さんもよろしかったらどうぞ。いかがですか。一つの仮説ではあるかもね。そろそろ仕事に戻って構いませんかね。上司だ古畑さん。はじめまして。どうもはじめまして。メジャーリーガーのイチローさんも出演。演技初挑戦とは思えない貫禄たっぷりの犯人役を好演。あいつらもうやったらでかいですか。そうですね。あなたの名前と今日の日付を入れておきました。値打ちが出ますよ。あなたはそれで私が姉を殺したって言いたいんでしょ。ラストを飾ったのは松嶋菜々子さん。それぐらいわかるわよ。 Shall we dance? 総勢41名の超豪華な出演者が顔を揃えた。新年明けましておめでとうございます。中でも話題になったのが1999年1月3日に放送された古畑任三郎 VS スマップ。スマップが本人役で犯行を演じるという衝撃的な内容が日本中を魅了。せーの。あ、ごめん目つぶっちゃったよ。もう一枚。お客さんがお待ちだ。この人たちは逃げない。もうお別れですね。超豪華な顔ぶれ、まさに伝説の刑事ドラマとなった。古畑任三郎でした。1998年放送のショムニ。みんなさ、やりたいように生きればいいんじゃないの。とある商事会社にある落ちこぼれ社員が集められた部署、ショムニ課、通称ショムニ。江住真紀子扮する坪井千夏を中心に女子社員6人が男たちをバッサリと切り捨てていく。女の価値は男の数。自分のご主人様は自分でしかないんだよ。少しぐらい外れたレール乗りこなしてるやつの方がスケールでかくて面白いじゃん。金儲けに精出すのは結構だけど、そんなのロボットでもできんじゃないの。なんだと。本当にトップに立つやつは金のためなんかにちまちま働かないってことよ。そんなドラマの裏の本当のドラマとは。まさかの大逆転。実はこのショムニ、メンバー6人のうち江住真紀子以外はクランクイン近くまで決まっていなかった。放送直前のテレビ誌を見ても共演者は空欄。
なんとタイトルも未定という前途多難なスタートだった。そのためクランクイン直前の会議でも、こんなこと目に備えてもさ、売りがないってのはどうよ。どうすんの、何も決まってないじゃない。誰がここに座っていってた。なんだ。ところがいざスタートしてみると予想をはるかに超える大ヒット。視聴率はうなぎ登り。第3シリーズまで続く大人気ドラマに一体なぜ。そこには一つの伝説があった。ちょっと待ってください。視聴者をつかむ話題性が必要なんですよ。話題性って言ってもどうすりゃいいんだよ。混迷を極める会議。その時、そうだ、スカートの丈を膝上にしよう。この一言でスカートは超ミニに。10年に一度の大穴狙って、通常では考えられない膝上ミニスカートを連発。大会に出れないじゃん。私にとって制服って言ったらもうあの制服になっちゃってるんで、その時はあのスカートとか衣装のことより、とにかくドラマを先に進めていくことで、もうみんな頭がいっぱいだったので、そんなに短かったっていう印象はあんまりないんですけど自分で。確かに当時衣装が話題になり、ドラマはたちまち大ヒットとなった。1992年放送の20歳の約束。実はこのドラマ、稲垣吾郎がスマップのメンバーとして初めて連ドラの主演を務めた記念すべき作品。俺お前のためなら死ねる。そんな稲垣と共演していたのが牧瀬里穂。当時彼女が出演していたある CM が話題となり主役に抜擢。その CM とは、ジングルベルを鳴らすのは帰ってくるあなたです。 JR 東海。そんなドラマの裏の本当のドラマとは、斬新なセリフのオンパレード。このドラマには斬新なセリフが随所に散りばめられていた。例えばこちら。ゆうゆうだよ。ゆうゆう、暑い暑い。続いて何の前触れもなく、セリフじゃないよ。カキーン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 。必要なんだよ。斬新なセリフのオンパレード。そんなセリフの数々を稲垣本人に検証してもらった。カキーン。カキーン。これ何の句、何の時間これ。カキーン。カキーン。カキーン。すごい。これ日本のドラマですよ。カキーン。面白いと思ってやってたんじゃなくて、結構真剣にやってたんで僕の中では。もっと入り込んでましたし。カキーン。カキーン。続いては。